ストリートこちらをご覧ください。リンゴジュースだけど自動販売。はい、ではやりましょう。前回はですね、弘前中央高校の行動、こちらをご紹介いたしました。で、今回はですね、この弘前中央高校の行動のですね、カードっていうのはこちらの弘前駅の1階にあるですね、観光案内所、こちらで、受け取ることができますので、そちらで受け取っていきたいと思います。で、観光案内所はですね、この JR 弘前駅の1階に、ありますので、様々な方、例えば観光客のお客さんだとか、ビジネスマンだとか、我々、地方の方などとも多く来航されましてですね、旅の始まりの場所にですね、使っていただく場所となっています。で、こちら左手にはですね、アプリーズって呼ばれる駅ビル、昔からあるですね、弘前の駅ビルっていうのが、入っておりまして、すごい、活気ある、にぎわるっていう場所ですね。駅もですね、電車が出発するときは津軽ジョンガラ節って言われ、津軽の昔から伝わる伝統の曲っていうのを使ってますね。ベン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 っていう、それとともにですね、電車が出るっていう形になってます。では早速ですね、取りに行きましょう。こちらのですね、ポストも、リンゴがですね、ポストの上に乗っかってて、とてもですね、弘前の特徴というのを捉えております。では、ということで、こちらのカードをいただきました。こちらが弘前中央高校の行動のカードです。ではですね、あともう一つですね、ご紹介したいのがございまして、この弘前の駅にはですね、青森駅と新青森駅とこの弘前駅にしかないリンゴジュースだけの自動販売機というのがございますので、こちら見てもらって、なんかピアノの音が聞こえてきましたね。誰か弾いてる。ストリートピアノですね。では早速ですね、自動販売機、リンゴジュースだけの自動販売機がございます。早速行きましょう。あそこにですね、見えてきたのがリンゴジュースだけの自動販売機です。こちらご覧ください。もうリンゴしかないんですよ。もうリンゴだけのリンゴジュース。こちらはですね、弘前市とあと青森市と新青森駅、この3カ所にしかですね、置いてないリンゴジュースだけの自動販売機です。いろいろですね、トキだとかツガールだとかジョナゴールドだとか、トキだとか、いろいろですね、リンゴのジュースっていうのが載っております。早速ですね、いただこうかなと思います。じゃあ私はトキを、ジョナゴールド、ジョナゴールドの、ジュースゲットということでした。はい、では行ってまいりましょう。いいですね、ピアノの音色がこの盛り上がって